やっぱり伊藤さんがバイクが大好きっていう思いがあると思うんですけど、まあ、やっぱ乗りたいなーなんて、っていうかもう達也じゃなくて俺乗せるよみたいな感じで、まあ、それはもうはい分かりました言ってない言ってないまあでもあの乗れないかなって言ってくれて、まさかそんなこと言われると思わなかったので、もうオーナーにはまだ言ってなかったですけど、もちろんそうなるようにじゃあしますって言ったら、まあ信じるわけもなく嘘じゃろうってなったんですけど、いや本気みたいなんですけどっつって、いやじゃあもう一回ちゃんと聞いてみますってなったら、いや本当に乗りたいって言って、いやもう2つ返事でもうよろしくお願いしますって。まあ、自分が今ホンダのアドバイザーでよく、まあ、全日本とか見てますけども、まあ、去年8台も含めてなんですけど、まあ、自分が知ってるそのキットパーツのバイクっていうのの限界がこんなに高いものなのかなとか、ここまでのタイムが出るんだなってすごい自分不思議だったんですよね。それをね、達也がさすがに7秒出したりとか、本当に普通じゃないんですけど、まあ、頑張ってやってるんで、まあ、自分もそのちょっと乗ってみたい、その、まあね、まだ伸びしろがあるんだったらその自分もそういうマシンで頑張ってみたいなっていうのも実は気持ちにありまして、まあね、自分はワークスバイクとか乗ってたん で、あとキットパーツの車がここまで走るもんだっていうのはやっぱりなんていうのかな、正直びっくりしてるんですけども、まあ多分チームの力とその達也の力でこうなってるはずなんですけど、まあそういうのもちょっと自分で検証してみたいなっていうのと、まああとは自分もそのもっと早く走れるんじゃないかなっていう意識がまだあるんで、まあ勉強のつもりといいますか、実際そのホンダのチームで、まあこのチーム以外考えられなかったんで、まあ本当ジョイントできて嬉しいですね、感じますね、まあ誰が乗っても同じ体制ではやるんですけど、まあ、伊藤さんっていうそのでも8タイム何回も優勝してるし、全日本もそうだけど世界でも、まああのね、日本で伝説のライダーだしね、あの周りから見るファンの伊藤さんのファンたちには多分僕たちのチームのことを多分厳しく見ると思うので、そう見られないように、まあ、森脇さん含めですけど、あの最高の結果が出るようにあの進めなきゃですね、プライベーターだからっていう気持ちは、まあ、作った時点の時から思ってないので、だからもう本当に優勝を目指してます。まあね、自分もその長年やってて本当に勝ちたくても勝てないレースがあったりとか、本当にうまくいくときはどんどんいけちゃいますし、まあやっぱりでもね、レースは何でもそのやっぱ勝つことが一番その目標ですから、まあそれがやっぱ考えたらしょうがないですからね、それに向けてやっぱり頑張るのがで、まあやっぱりそういうね、チームがそう思ってればやっぱりそれも可能性ありますし、まあね、本当にまあ、自分はワークスにいてワークスの凄さも分かりますけど、まあ、達也ももちろん知ってますしね、まあ、それをあえて今優勝に目標を置くってことはやっぱり一番重要かなと思ってますから、自分もそのつもりで、頑張っていこうと思ってます。まあ、このチーム自体のスポンサーである東方建設さん、まあ、その会長は今のチームの社長でもあるんですけど、まあ、最初は僕のこの思いからチームはスタートしてくれてたんですけど、そこまでしっかりそのいろんな資金も含め考えてくれるんであれば、これは僕が乗るだけで終わりにするのはもったいないと思ったので、僕じゃなくて若い子たちなんだけど、若くていい成績残してるんだけどそういうところに入れないような人たちの、まあ、若いライダーの受け皿にしてくださいって言って、した時に僕はそれまで有名に何度か僕がして頑張るので、あとは若手のライダーがすんなり入ってこれるようなチームを作りましょう、まあ、そしたら日本でそういうちゃんとしたチームが一つ増えれば受け皿が一つ増えるじゃないですかっていうのを理解してもらって、じゃあまあどうなのか分かんないけど名前を残せるように頑張ろうかっていうとこから始まったので、まあ、今は本当にそうなってるのでいいですよね。と同時に抜かれたら俺は降りなきゃいけないのか、これはまずいなっていう、まあそういう気持ちもあるので余計いいですよね。というか伊藤さんが入ってきて伊藤さんに負けたらこの俺どうしたらいいんだろうみたいな。ないない。まあでも若いライダーもうこれは本当のキットなので、本当にこれでタイムを抜かされたらもうその何も言えないので、まあライダーにもいいでしょうし若いライダーにも。
山口より全然早いじゃん俺みたいな。ただそういうのを見てくれたそのねもっと上のチームが引き抜いてくれたりとかすれば本当にいいチームができると思うんですけど ね東方さんみたいなトップチームがそういうふうにオーディションとかやるっていうのは本当にいいことですよね。まあワークスだとなかなかできないでしょうからね。本当にまあそこの肩並べるこの東方さんがねそういうふうに若者にチャンスを与えるっていうのは、まあ、世代交代含めてねやっと最近若いのが元気出てきたんで、まあ、本当にいいチャンスだなと、ね、もう今回3人見ててもすごい面白いんですよ。みんな緊張してねもう、まあ、タイムなのかそれもねいろいろ見て の判断になるんですけども、まあ初々しいし、まあそういう緊張感も大事ですよね。全日本の ST600 に小原レーシングから参戦しています渡辺一馬です。アジアロード選手権に参戦してます小林優太です。全日本 ST600 クラスにスポット参戦している東方レーシングから参戦している宮島義隆です。まあ、満足いくほどのタイムは出せなかったんですけど、まあ、あの時間の中でやれることってのはやったので、はい、まあ、あとは結果を楽しみにします。はい、自分もまあほぼ初めての線で、まあ、なかなかこう思ったようにタイムは上げられてないんですけど、まあ、精一杯頑張るしかないですよね。はい、初めて JSB の CBR 乗ったんでいろいろとイメージしたんですけどやっぱりうまくはいかず、まあ、もうマシンに遊ばれちゃったんですよね。なんででも、まあ、山口達也選手とか伊藤慎一選手の作っていくマシンに一緒にこう乗らせていただく機会があったっていうのをもう今後につなげていきたいと思います。頑張るぞ。